うちの方は放送が1回も震災が起きてから途切れなかったんですね。ずっとだから放送することはできましたね。すぐ今どういう動きをしては行っているのかとか、それからそういったことを詳しく市長の方にお話をしていただくっていうことがしばらく続きました。市長の井口です。いろんな災害対策本部からお知らせをいたします。地震発生から5日目、大変な思いで生活をされておられることと存じます。市長は結構頻繁に話してて、で最初のうちは1日3回とかだったんですが、だんだん減って毎日1回、週1回っていう感じで、去年の秋頃まで放送ずっと毎週火曜日の日に放送してたんですよね。どちらかというと独りよがりな部分もあったっていうか、するんですね。だけれども、ガラッとその東日本大震災が起きてからは、よりこうコミュニティっていうのはあるんですけれども、より密着した形で放送して、一人でも多くの人の声を届けたり、生き方だったり動きだったり、もう本当に泥臭いやり方でもいいからやっていくのが使命なんじゃないかなっていうふうには思いましたね。でましてや、これから岩沼の場合は復興の土音がもう聞こえ始まっているんですよね。集団移転地も決まりましたし、映像では見せられないけれども、いろんな人の声を残したり、状況を放送することによって、みんなが一緒になって盛り上がっていくというか、復興に向けて一つになることがラジオを通してできるんじゃないかなって私は今感じてるんですけれども、すごくその夜中シーンとした時に入ってくる声とか、すっごくじんわりこうしみるんですよね。そういう人の心にじんわり入ってこれるようなラジオっていうのをこれから目指していければなっていうふうには思ってますね。やっぱりラジオがあってよかった、うちの地域にあってよかったとか、そういう声があったりすると、すごく今までやってきたことは無駄じゃなかったのかなっていうふうには思いますね。これまでもですね、いろんな情報を流してきたつもりではあったんですけれども、まだまだですね、足りない部分もあるかと思うんですね。で、とにかく私たち一人一人少ない人数ではあるんですけれども、皆さんのところに行って、今皆さんがどんな気持ちで過ごしているのか、どんなことを考えているのか、いろいろとお話を伺いながら、ラジオを通していろんな方にお伝えしたいと思っておりますので、ぜひこれからもですね、ご協力いただいて声をかけていただければと思います。よろしくお願いいたします。